皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。ですね、今回ね、本当に遅ればせながら、私もプライベートで導入しました、ファットのスパイクタイヤですね。いわゆる45ノース、これデリンジャー5ですね。26×4.6 インチの、スパイクタイヤですね。まあ一応これノーマルバージョンなので、まあ2万円ちょっとぐらいで、手配できるものですね。これのですね、まあ使ってみた印象というか、こうでしたよということに関して、ちょっとお話ができればなと思っております。で、基本的にですね、私、スパイクタイヤっていうのは、このバリバリのアイスバーン、本当にこう、ブラックアイスバーンと言われるようなところで意味があるというふうに思っておりましたけども、なかなかそうではないということを思い知らされた冬になりました。というのが、札幌の場合はですね、真冬ですね、いわゆる真冬ってなった時は、ずっと真冬日と言いまして、日中の最高気温が氷点を超えない日が続きます。ということは、中途半端に雪が溶けることがないので、雪降ったら降ったでそのまんま固まりますから、どちらかというと氷というよりはですね、砂ですね。砂が固まったような形になりますので、スパイクでね、そこに引っかく必要はもうないだろうというふうに思っておったわけですが、このね、暖冬というか、気象変動のおかげで、まあ、暖かいなら暖かいでずっと一定してくれればいいんですけども、すごい暖かくなって、こうやってね、雪が溶けて、氷っぽく、水っぽくなった。その翌朝に氷点下9度とか、十何度とか下がります。で、そう固まったところにさらに自動車がどん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 走って踏み固めてくれますので、ご覧いただけますかね。もう雪というよりはね、氷みたいになってます。で、この氷になってしまえばなってしまったね、まあ、ここ滑るだろうから避けましょうみたいな話で走れるんですけども、今年のね、また中途半端に暖かくなってしまって、表面が溶ける、固まったところを自動車が走って耕すようなおかげになりますので、こういう凍ってるようなところにさらに上にシャーベット状に、かき氷をばらまいたような感じに雪が乗ることが多いんです。で、そこに分からずこう走っていって、斜めのところに当たってしまって、つるっと滑って落車というようなことが非常に多かったわけです。で、そこでですね、このデリンジャー5のね、素晴らしい性能が発揮されるわけなんですけども、これはもともとですね、ファットタイヤとしてよくできてまして、空気圧を下げたときに、こうタイヤのサイドですね、横の部分が非常にしなやかに動きますので、今みたいな斜めになっているところに対して、エア圧の調整さえきちんとできていれば、タイヤがこう、いい感じでこう、動いて、しなってくれます。で、その時に、ここの斜めにね、ここに当たってますけども、ここのピンがガンとこう、氷に引っかかって、で、乗り上げるきっかけを作ってくれる感じです。で、そうすることによって、あらっていうその一瞬が、の、タイミングが結構命取りになりますので、登ってくれるかずるっと引くかでだいぶ違いますから、非常に役に立っております。で、このね、路面状況を見ていただければ、確かに道の真ん中走ってこれるんだったら、あんまり問題はないんでしょうけど、自動車とか来たりとかね、歩行者の皆さんいらっしゃったりした時に、道を避けます。で、一番端っこに行けば行くほど、こう、すり鉢状にこう、斜めにこう、上がってますよね。で、そこのところで、スパイクタイヤでガッと食いついてくれるか否かっていうのは大きな違いとなってきます。最初はまあフロントだけスパイクにすればいいかと思ってましたけど、いざやってみますと、今お話ししたようなその斜めにこう乗り上げるような形になることが多いので、前が噛んでも後ろが滑ってずるっといっちゃうということが多いことも分かってきましたので、今は前も後ろも、入れております。で、まあ私もすっかりいいおっさんになってしまいましたのでね、落車して怪我すると、大体ろくなことがありません。治りも遅いですから。そういう意味ではね、毎日自転車に乗りますと。冬の札幌でね、路面状況に関わらず毎日自転車に乗るんですと。いうような人にとっては、実はファットのスパイクタイヤっていうのは本当に最強でございまして、よほどのことがない限りは自転車で走り切ることができるし、しかも、これはね、お客さんに言われたことですけども、歩くよりも安全ですねと言われました。確かにね、スパイク付きの靴、で歩くようなもんですから、よほどのことがない限りはこけたりしないので、もう全然こっちの方がいいですよというご意見もありました。まあね、この投稿に関しては、
世界中にというよりも、冬の札幌で通勤する人向けという、非常にマニアックな話になってますけど、ね、そういうね、そういう状況にある人のお役に立てればなと思っております。